逆に相手ピッチャーとして してみますとこの4番5番が変わったというのはどうでしょうか。まあね、対戦する相手は順番変わっただけなのでそこまで気にすることはないと思うんですけど、はい、打ちました、打ち上げた、高く上がりましたがライトスタンド入った、ホームラン、カブレラやりました、ツーランホームラン、初回連打続きます、今ホームイン3対0、今のもすごいホームランでしたね、非常にこう滞空時間が長かったですね、やはりね、5番になったことでね少し肩の荷が下りたのか、はい、スイングもね非常にね鋭くなってきましたよね。第6号ツーランホームランが飛び出しましてホークス3対0リードを広げます。今日のホークスはね石川投手攻略にね、はい、しっかり右方向にね右バッターが打ってますね今日は。